た、さっきからずっとカレンダーばかり見てるけど、どうしたの？来週の土曜日、運動会があるんだ。そっか、もうそんな時期か。ねえ、土曜日って晴れだよね。今のところ雨予報みたいだよ。え、雨？きっと運動会は延期だね。そんな。ねえお母さん、今度の土曜日って晴れないかな。朝の天気予報では雨の予報だったわよ。やっぱり運動会は延期かもね。へえ、こうなったら神様にお願いするしかないか。運動会までいい子にしますから、神様どうかお願いします。そんなことしても天気予報は変わらないわよ。やった、晴れた、運動会ができるぞ。恐るべし、パンタの神頼み。二人とも、今日は頑張ってね。それより、ちゃんとお弁当に卵焼きとエビフライ入れてくれた？入れたわよ。春巻きも入ってるよね。もちろん。あとミートボールとタコさんウインナーは？デザートのリンゴはウサギさんカットだよね。はいはい、大丈夫だから。そんなに食べたら午後の種目動けなくなるよ。大丈夫だもん。お弁当楽しみだな。それでは開会式を始めます。まずは校長先生のお話です。皆さんおはようございます。ナナモおはようございます。今日は待ちに待った運動会だなも。お天気にも恵まれて最高の運動会日和になっただなも。運動会といえば僕が小学生の頃は、はぁ、校長先生の話長すぎ。さすがにずっと立っていると暑いですね。日焼けしちゃうよ。僕限界です。わぁ、ガチャ君大丈夫？先生、ガチャ君が倒れました。続いての種目は学年混合リレーです。パンタ君、私パンタ君に一番でバトン渡すからしっかり受け取ってね。わかった。よし、アップルの可愛いバトンパスでパンタ君をメロメロにさせちゃうんだから。そんな余裕ありますかね。位置について、よーい、ドン。おりゃー、やばい、このままじゃパンタ君に一番でバトンを渡せない。本気出さないと。とりゃー、アップルちゃんすごい顔。よし、頑張るぞ。パンタ君、バトン受け取って。わあ、アップルちゃん怖いよ。ちょっとパンタ君、バトン受け取ってよ。パチ君、選抜リレー頑張ってね。ありがとう。ジャスミンちゃんにかっこいいところを見せられるように頑張るよ。パッチ君、パッチ君頑張れ。いけいけ。パッチ君、二人も抜かしたよ。すごいね。パッチ君かっこいい。あの人すごく足速い。超かっこいいんだけど、惚れちゃうよ。パッチ君がモテモテ。続いての種目は綱引きです。おーっと、赤組が引っ張られています。ここで白組が巻き返してきましたが、赤組も底力を見せます。まあどちらも頑張ってください。続きまして5年生によるダンスの発表です。あ、ジャスミンちゃんの家族がいるよ。うん。お父さん、しっかり撮れてる？ジャスミン、バッチリ撮れてるわよ。こっち向いて、ジャスミン。
しい。続いての種目は保護者の方々による綱引きです。お父さん頑張ってね。ファイト。お父さん頑張れ。あんまり無理しないでね。あれ、お父さんどうしたの？お父さんたら腰やっちゃったみたいね。お父さん張り切りすぎだよ。普段から体動かさないから。みんな運動会の写真現像してきたわよ。え、見たい見たい。僕のことかっこよく撮ってくれた。ねえ、これもしかして僕？そうよ、多分ってお母さんも分かってないじゃん。私の写ってる写真はないの？あ、これジャスミンじゃない？え、これ私じゃなくてクラスメートの子だよ。あら。あ、でもこの端っこに写ってるのはジャスミンじゃない？私変な顔してるんだけど。もう全然撮れてないじゃん。あ、これはパンダじゃない？こんなちょっとしか写ってない写真、僕かどうかわからないよ。もうちゃんと撮ってよ。